この岩は俺の予約席だってばよ。五代目おかげナルト様だ。またナルトか。いたずらばっかりしやがって。今度は自分の顔を描きやがったか。なんちゅう罰当たりだ。まったく、あれでアカデミー卒業したんですって。この葉隠れの忍びも落ちたものだ。大丈夫なのかしら。だって本当はあの子。ちょっとそれより先はキンクよ。あ、ごめん。うっせんだってばよ。ようやく卒業できたというのに何バカなことしてる。だからその最後に卒業記念にと思ってさ。今から落書き全部消してこーい。はい、まったく、これから下人になるってのにお前の今後が心配だよ。心配すんのは今日で最後だってばよ、イルカ先生。見ててくれよ。これから頑張って頑張って、俺は絶対ホカゲになってやっから。そんで先代のどのホカゲをも超えてやるんだ。ナルト、何言ってんだ。おかげってのはそう簡単になれるものじゃないんだぞ。まあ見てろってイルカ先生。どこからそんな自信が出てくるんだ。おうし、頑張るぞ。やれやれ。火の国はこの葉隠れの里。そこに渦巻きナルトという一人の少年があった。赤子の頃に両親を亡くし、そのうちには九尾の妖子を封じられた身ではあったが、自身の夢であるほかげの座を目指し日々里を駆け回っていた。時が経ち、アカデミーを卒業したナルトは ライバルのウチハサスケ、そして憧れの春のサクラと共に隊長畑カカシがまとめる第7班への所属が決まる。ついに忍びとしての毎日が始まるはずであったが、まずは忍びとしての力量を測るため、カカシはナルトたちをサバイバル演習場へと呼び寄せるのだった。ま、これはお前たちの力量を測るためのものだ。勝ち負けが問題じゃないよ。足を引っ張るなよ、うすらトンカチ。てめえこそ俺の足引っ張んじゃねえってばよ、サスケ。戦闘開始。
ねえ。たまれ、勝負あり。よっしゃ、どうだ、これが俺の実力だ。カカシを相手に十分な力量とチームワークを見せたナルトたちは、正式に第7班として任務活動を開始する。そうしてさまざまな任務に従事し、慣れも見え始めた頃、ナルトたちはこれまでのものよりも高ランクである C ランク任務の命を受ける。初めての C ランク任務に受かれるナルト。しかし任務先の波の国で、忍び型の七人衆の一人、桃地ザブザとひょうとん使い白の襲撃を受けてしまう。初めて目の当たりにする生と死をかけた戦い。格上の白を相手にナルトとサスケは苦戦を強いられるが、油断すんなよ、ウスラトンたち。こいつのスピード尋常じゃない。僕は僕の目的のために、君たちには消えてもらいます。くそ、絶対に負けねえ。負けてたまるか。戦闘開始。舞い上がれ。やられてたまるか。前線するナルトたち、均衡は次第に崩れ、ナルトたちは白を押し始めていた。同国、畑カカシは桃地ザブザと激しい戦いを繰り広げていた。共に数多くの戦場を経験してきた者同士、何者も踏み込めぬほど周囲は緊張に包まれ、両者の意志と技が幾度も交錯していた。一瞬の隙すら許さぬ戦いがそこにあった。そろそろ決着をつけようぜ。なあカカシ。悪いが、
ここからは本気で行かせてもらうぞ、ザブさん。戦闘開始。ザブザ、お前じゃ俺をやれないよ。緊迫の戦いは次第にカカシが優勢に運び始めるが、ザブザの雇い主ガトーの裏切り行為により激闘は突如終結する。ザブザは命を落としてガトーとの決着をつけ、そして雪に散った。任務をやり遂げたナルトたちは大きな成長を見せ、それを感じ取ったカカシは3人を中忍試験に推薦する。筆記、巻物争奪など様々な試練がナルトたちを待ち受けるが、何事にも折れぬ強き意志を持って、ついにナルトは本戦出場を勝ち取るのだった。本戦は選び抜かれた者のみが出場できる戦いの場。その場に立ったナルトは下忍最強と謳われるヒューガネジと1対1の勝負を行うことになった。どうあがこうと運命には逆らえない。お前は俺に負ける運命だ。絶対勝つ。戦闘開始。Yeah!
ってば、レジに勝ったってばよ。大方の予想を裏切り、渦巻きナルトはネジを下し、その手に勝利を収めた。まさに荒れる中忍試験本戦。しかし、さらなる混乱が会場を包み込んだ。音隠れの里長、オロチマルの襲撃、そして同盟国砂隠れの裏切り。二つの混乱が木の葉崩しを起こし、木の葉隠れは瞬く間に戦場と化してしまう。各地で悲鳴と煙が立ち上る中、木の葉の忍びたちは懸命に戦った。そして物見櫓の上でも命を懸け、木の葉のために戦う者があった。歴史の風はこの私が操る。オロチマル。サルトビ先生、またあなたと戦えるなんてね。かつての弟子だとて、忍びの世を乱す者は絶対に許さん。戦闘開始。死闘の末、オロチマルは致命的な傷を負い、木の葉を撤退するも、木の葉もまた大きな犠牲を払っていた。戦況は次第に収束へと向かい始める。しかし、里より離れた森の奥では、いまだ激闘が繰り広げられていた。渦巻きナルトと砂隠れの忍び、ガーラ、二人の戦い。ガーラは、己の存在意義のために。そしてナルトは、大切なものを守るために、互いの信念を胸に、両者は
激突していた。俺は俺のためだけに生きる。お前ごときに俺を止めることはできない。守るべきものがあるんだ。だからお前には、お前だけには絶対負けねえ。戦闘開始。奴にも負けねえ。死力を尽くしたナルトとガーラの激闘は、己を信じ大切なもののために戦ったナルトの勝利で終わる。ついにこの葉崩しは幕を下ろし、里には静けさが戻った。しかし騒乱による被害は大きく、この葉は新しい火影の選出が急務となる。一方、世の裏では謎の組織が動き始めていた。暁と名乗るその組織は、ナルトの中にあるキュービを狙い里に襲来。いち早く異変を察知したカカシたちは彼らの迎撃に向かうが、そこに立っていたのは予想を超える二人の忍びだった。一人は S 級犯罪者霧隠れ、そしてもう一人は元木の葉隠れの忍びであり、内葉一族を滅亡させた者、内葉サスケの実兄ウチハイタチであった。共に深淵の底を歩む者、脅威の力を有する二人を前に、カカシたちは邪魔をするのなら消すだけです。イタチさん、さっさとやってしまいましょう。こっち見てやるぜ。援護は任せて。一瞬の油断が命取りだ。気をつけろ、アスマ、くれない。戦闘開始。終わりだ。僕は私。こっちだ。続きますね。
だ。行くぜ。カトンの排泄症。なんてやつだ。これが真のシャリンガン継承者の力なのか。カカシたちは暁を退けることに成功するが、イタチ出現の方は弟の内葉サスケの耳に入ってしまう。一方その頃、渦巻ナルトは次のホカゲ候補であるツナデという女性を探すため、新たなる死、ジライアと共に里の外へと旅立っていた。続く二人の旅路、その途中、とある宿泊施設で休息をとっていたナルトのもとに、その身を狙う暁が現れる。イタチとキサメの圧倒的な威圧感がナルトを襲う。何人も抗えない空間、緊張が張り詰める中、そこに一人の忍びが駆けつけた。その者こそイタチを狙い、イタチに恨みを抱く弟、内葉サスケだった。サスケ、今の貴様になど興味はない。内葉イタチ、あんたの言った通り、あんたを恨み、憎み、そしてあんたを殺すためだけに俺は生きてきた。戦闘開始。イタチよ、
怒りに駆られたサスケはイタチと互角以上に戦ったかのように見えた。しかし攻撃は次第に見切られ、そして同日によってイタチの前にサスケは沈んでしまう。緊迫の事態、それを抑えたのはジライヤであった。ジライヤの実力を知るイタチたちはその場からの撤退を余儀なくされる。ようやく静けさを取り戻すものの、サスケは意識不明に陥っていた。重体のサスケを救うため綱手の発見を急ぐナルトたちであったが、幸運にも短冊街にて彼女を発見することに成功する。ところが綱手を求める者はナルトの他にも存在していた。この葉崩しで傷を負ったオロチマルとその部下薬師カブトであった。渦巻きナルトは二人から綱手を守るため毅然と兜の前に立ちふさがり、怒りの目を向けるのだった。ナルト君、ガキはガキらしくさっさと逃げ出したらどうだ。俺は逃げねえ。お前は俺がぶっ倒す。戦闘開始。綱手のばあちゃんは俺が守る。格上の兜を相手に勝利を収め、かつての姿から想像できぬほど渦巻きナルトは大きく成長していた。しかしこれがサスケを追い詰める一因となってしまう。かつて
その実力に雲泥の差があった二人であったが、ナルトは急速に成長し、サスケに追いつこうとしている。自身の成長速度にサスケは焦りを感じていた。このままではイタチを撃つ力など手に入らないのではないか。兄への復讐、仲間とのつながり、さまざまなものを己の計りにかけ、結果ウチハサスケは復讐を選択し、力を得るためオロチマルのもとへと向かった。たとえその身が闇に落ちたとしても、それがサスケの道であった。だがその行動を止めようとする者がいた。サスケにとって最も親しき友、渦巻きナルトであった。必死に、ただ必死にサスケを追うナルトの前に、音がくれより放たれし忍び、キミマロが現れる。オロチマルのためにナルトを足止めするキミマロに対し、焦り、怒り、幾十もの思いがナルトの中に渦巻いていた。ウチハサスケのもとへは行かせない。彼はオロチマル様の器となるものだ。俺の邪魔をするんじゃねえ！戦闘開始！行くぞ！キミマロを抑えた渦巻きナルトは先へ先へと進み、そしてその足は轟音響く渓谷、終末の谷へと立った。目の前に見えるはライバルであり最大の友であるサスケの背。
力に魅せられ、もはや以前のサスケとは異なる雰囲気に包まれた彼を前にしても、ナルトはつながりを叫んだ。しかしサスケの心につながりはすでになく、ナルトの言葉は耳に届かない。言葉はない、言葉はもう通じない。渦巻きナルトは力ずくでも連れ戻すために歯を食いしばり、拳に力を入れ、サスケへと挑んだ。俺はオロチマルのところに。あいつはお前の体を器として欲しがってる。そんなところに行かせられっか。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。できやしねえってばよ。力ずくでも連れ戻す。戦闘開始。衝撃が渓谷を揺らす。渦巻きナルトとウチハサスケの戦いは静まることはなく、ただ激しさを増してゆく。友をつなぎ止めておくために、そして友とのつながりを断ち切るために。
ナルトは九尾を。サスケは樹印を。両者は禁断の力を解放する。まさに死闘、決着の時が迫っていた。オロチマルのところには行かせねえ。ナルト、お前も特別な力を隠し持っていたようだな。だがな、俺はお前以上に特別だ。お前は絶対。戦闘開始。空が闇に包まれようとしていた。悲しみと怒り含んだ空が、互いに傷つき、体に力が入らなくとも、その意識だけは相手に向けて。長きにわたる二人の決着がついに。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。
ってばよ。だ、エロ仙人。いや、相変わらず傷の治りは早いようだの。え、ああ、うん。サスケはダメだったようだな。修行？ああ、これからわしの弟子として3年間でお前を一人前に育て上げる。じゃあこれでまたサスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。サスケは、あいつを連れ戻してやるとか思ってんならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるのか。今のお前のそのありさまを見てみろ。これは遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。実や力だけじゃない。忍びなら正しい判断や選択をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃこの世界生きづらいのが現実だ。分かったよ。賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。一人でももっとすげえ術編み出してサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやってもどうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。バカはバカでも大バカだったらなんとかなるかもな。退院したら覚悟しとけの、この大バカもんが。じゃあの、わっ、今日立つのか。うん、そうか、少し長旅になりそうだな。うん、そろそろ行くぞナルト。おう、じゃあ行ってくるってばよ。イルカ先生、ラーメン代は出世払いね。たく、頑張れよナルト。見ててくれ。